はい、今から桟敷にでお登りを見ます。100円のお賽銭を払ってですね、桟敷席を向かいます。果たしてどんなお登り体験できるんでしょうか。でも100円って安さですね。しかもお賽銭というのが良かですよね。桟敷デビューです。本場場じゃありませんが、桟敷デビューです。さあ、ご神職に導かれまして、まず引き竹ですね。そして、参加人様の登りです。その後は、諏訪三社の鉾箱。その後には、諏訪神社の氏子総代責任役員の、高橋一郎さん、川添博之さん、村木英介さん、志丸忠重さん、金子俊二さん、殿村郁夫様、この6名が、責任役員の方が続かれております。はい、太鼓が続いてますね。ひもろぎ御神橋太鼓。そう、去年つまずいた。そうね、また早くあるしないようですね。あ、そしたら行かないで、あと3分4分、あと4分怪我すんなよ。Thank you.
そうですわ、住吉、森崎、3つの神様が7日の日にお旅所の方へお出かけになられ、今日帰ってこられるわけですが、その神様はおみこしに乗って揺すられることで、魂の再生を図られるということです。玉振りということだそうですけども、あの激しい振動に合えば合うほどですね、神様のエネルギーが再び満ち満ちてくるということで、この特に長坂の盛り込み、最後もう神様がですねエネルギーを充満させて神社の方にお社の方へお帰りになられるはずです。その後皆さんどうぞご参拝もですねよろしくお願いいたします。今あの再度お願いしたい、あのここはご神前です。傘帽子のご使用は あのご遠慮ください。傘と帽子をあの刺されている方、かぶっていらっしゃる方、しばらくの間暑いでしょうけどもご遠慮ください。よろしくお願いします。ご協力ありがとうございます。なんか規制が上がった、下の方で声が上がったようですね。違う、やっぱり置かないでさっと持ってくる。あ、そう、うん、体勢がそうなんですよ。あ、そうね、もしちょっと緊張しようと思ってじゃあ真っ当ね、いい写真を撮ってくださいね、はい、来た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 下の方から声が聞こえると思います。おみこしが上がってくるようです。西良さんが踊り場まで到着されております。船大工町、よろずや町、栄町、桶屋町、そして北大工町、大井戸町、八千代町、丸山町、この踊り町が予定をされております。
また来年のご一望よかったら、また来年も休んで来てくださ い, いただき今度はやっていただければと思います。でも皆様今度は平日この頃の見物ありがとうございました。佐々木の方は前の方に降りられるように階段を作ってありますので、うん、足元注意しながらこのお帰りくださいませ。そして、出口の売店にはまだ近地のグッズを置いてあるそうです。また来年はここで上の方の売店にはまだ男性さんが残っているということでしたので、サジキがひとまず大体2万くらいしてます。見物の記念として4人だけで手ぬぐいですとかストラップ、またじゃあの鱗のお守り、そして上の方だったり安いかという非常に分かりやすい本、下の方が大体2万から10万ありますのでお買い上げいただければと思います。でタダで見たかったらここに応募する。長さが応募です。抽選ります。どうぞ足元お気をつけて何万枚お帰りください。あー食べちゃった。急いで戻ったのにお見通しだけにしてゆっくりお帰りください。早めになった、ね、あお参りしてからです、ね、お参りしてから夜の夜の。どこにホテルがあの地域だったらちょっとあの使い。もう入ってますよ。いやじゃあ一緒に。やばい。